全てのユーザーが求めていた無料ポータルサイトがいよいよ登場。なんだって？初セブン。さまざまなホール情報が分かる本日のデカチラシ。なるほど。簡単なデータ入力で優秀な商いを判別。お宝商いチェック。超いいじゃん。機種ごとのベストの球の動きをチェック。神の道ルート判別。気軽に無料で貯められるゲームや景品いろいろ。マッチポイント。その他にもさまざまなコンテンツが盛りだくさん。登録は簡単、30秒。はい。ただいま閉店くんキャンペーンも開催中。無料ポータルサイトパチ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 セブン。パチセブンで検索。えいえい。エンジョイパチンコライフ。ピーマント TV YouTube をご覧の皆様、どうもこんにちは、石川由美です。本日はですね、栃木県の宇都宮市にありますパチンキングアミューズメント E ゾーン宇都宮店さんにお邪魔してます。今日は景品獲得バラエティダッシュマンの撮影ということで、今日はね長いですよ。3時間1500枚の勝負となっております。私初めての栃木県ですね、ピーマントで来るのは。なので今日はいっぱい出玉を出して、皆様にプレゼントをたくさんできるように今日も頑張りたいと思います。栃木県の皆様もぜひご期待して見ていてくださいということで、店内すごく広くてですね、景品もたくさんあったので、これからぜひ見に行ってみたいと思います。それでは行ってきます。はい、ということで景品コーナーにやってまいりました。すごく広い景品コーナーです。見てください、3時間もあるんで、ね、たくさん出せる可能性があるので高額行きたいですね。ホームベーカリーがある。407枚。あとは空気清浄機がいいですね、ある。あとはあっちにもカバンとかが、あ、時計とかもすごいたくさんある。あ、てかすごい、アディダスの時計すごいかわいい。あ、これはかわいい、すごい。これも485枚だ。あ、そっか、新スタイル の47枚だから最高が485枚なんだ。いいな。はい、ということで、じゃあ今日の第一候補はこのアディダスのね、時計を2つ取るっていうのを目標に頑張りたいと思います。頑張っていっぱい出していっぱいみんなにプレゼントするようにしますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは大選びに行ってきます。えいえい行ってきます。まずね、入ってきて一番目につくのがやっぱり今一番大人気のガロー。出てますよ、頭すごいねいやもうだって、しかも座れない。あ、こっちも全部、あ、すごい、全部ガロだ。え、何台入ってるの全部で、すごいな。わあ、全然座れない平日なのに。あ、で、今日の本当に本当に本当に今日の寝台がこちらの AKB48 です。わー、こっちもやっぱ座れないですね。でも全然座れない、やっぱりもうちょっと落ち着いたら、落ち着いたらね、ダッシュマンでもライトミドルだから打ちやすいなと思ってるんで打ちたいですよね。スロットコーナー来ました。おー、すごい、ジャグラーコーナー見てください、すごい人がいっぱいいる。やっぱジャグラー人気だな。どうしよう、でもいきなりジャグラー行っちゃうとやっぱりせっかく3時間あるので、どうしようかな、なんか良さそうな、あんまりね、すごくハーデスについて詳しいってわけではないんですけど、ハーデスですね、ちょっとまだ当たってないのを狙おうかなと思っていて、そうそう、まあ一応400に行けばね、ヘルゾーンに入る確率があるわけじゃないですか。なのでこの辺にしようかな。設定変更もしされてなかったら400より前に来る可能性もありますもんね。これもしされてなかったら前日結構スランプグラフがこうなってるので、まあ、されてなかったら4、ね、結構早く来るし、されてたとしてもまあ400だったらそんなにね、すぐ到達するんでこの台にしたいと思います。
よし、決まりました。本日の、挑戦台はアナザーゴッドハーです。本日6回のただいま現代スタート120のこの台にしたいと思います。応援してください。頑張ります。ハーです、ハーです。はいはい、ということで早速打ちます。よし、とりあえず400ぐらいまでをね、まず目指して打っていきたいと思います。今回のハーデスでは私はまだゴッド揃いを引いてないんですけど、前のゼウスの時にゴッド自体あんまり打ったことがなくて、ただその頃ピーマートを始めたばっかりだったのかな、私が。でキング皆川さんと最初のうち会うことがよくあって、すごいゴッドが好きだって話をね、皆川さんがしてたんですよ。そうだ、もう一番好きな機種はって言ったらゴッドだって言ってたから、あ、そんなゴッドって面白いんだと思って一回打ったら、もう天井まで持ってかれちゃって、本当に最大天井、普通のなんか前のゴッドって天井ちょっと前からちょっと救済みたいなのあったじゃないですか、確かだったけど、それで当たらずに普通にもう最大まで行って、そっから8000枚ぐらい出たのかな。でも、おお、びっくりした。急にチャンス目です。急に来るからちょっとびっくりします。追加投資です。そうで、10時の時点で夜のアメージンググレースが流れた。もうね、10時だったからもう全然いないじゃないですか、人があんまり周りにも。だからすごいホールに響いて悲しかった。もう400です、次で。この後にヘルゾーンに入る感じになるのかならないのか、あ、どうなんでしょう。あ、なんかリセットされてるっぽいですね。入ればいいんだけどな。入れましょう。なんか来てほしいですね。来ないな。あと50枚ぐらいでちょっと一旦ハーデスは終わりにしましょうかね。ちょっとこのままだと全部使っちゃいそうなので、ちょっとハーデスは、マジか、ハーデスちょっとやめようと思います。ジャグラーに行きますかね。ジャグラーで出たらまた戻ってこようかな、空いてたらその時に。時間はまだあるんでちょっと移動したいと思います。ごめんごめんなさい。マイジャグとかも、あ、これとかは131分の1でビッグ9回、レギュラー7回みたいな、これにしよっかな。じゃあ決めました、マイジャグラーです。合成確率131の、マイジャグラーで、出玉出してハーデスに後で戻りたいなと思っております。よし、じゃあ頑張ります。応援してください。いいかな。はい、それではマイジャグラー打っていきたいと思います。ちゃんと今日は自己申告をしますので、1回転目、この間そうですよね、私ぼーっとしながら打ってたらカメラマンさんに当たってるよ当たってるよって言われちゃったから、ちゃんと見てないと。おー、早くも1000枚を使い切ってしまった。どうしよう、あと500枚。でもまだこっからちょっと頑張ります。あ、そういえばこの間ね、バーベキューしたんですよね。バイトのみんなとしたんですけど、普通になんかデパートがあって、そこの屋上でやれるってやつで、食べ物は自分たちで買ってくんですよ。で、場所代が、場所というかもう機材とか、そういうの全部貸してくれて、1人1500円。で、一応飲み放題だけつけれて、それが1人1000円。
だからそれプラス食材が1人1000円ぐらいで、だ1人3500円ぐらいでね。あ、そうそう、すごい楽しかったです。めっちゃ良かった。だからすごい、その食材も地下のデパートで買って、そのまま上に持ってってみたいな感じで、だからね、すごい安く済むし、めっちゃ良かったな、あれ。なんかね、いろんなところにあるみたいですよ。その私が行ったとこだけじゃなくて。いや、もうなんかやっと夏らしいことそれでしたな。でもやっぱ外で飲むお酒ってめっちゃ美味しいですよね、本当に。ビアガーデンとか本当大好きなんだけど。あ、そうですか。あ、やった。はい、光りました。よかった。あー、450円、もう超安心。やっとだ。じゃあビッグじゃないとここでお願いします。あ、やばい、残り200枚だった。よかったです。よし、揃います。どっちだろう。うわー、あー、まあ、でも当たったからいいか。まだこっからがありますしね。ただまたすぐに引ける可能性は全然あるから頑張ります。終わった。開けないな。終わっちゃったよ。あー、でも1回だけでもなんか引けてとりあえずよかった。引いたの。でも普通のランプだ。またレギュラーかな。しかもでも追加投資してない。一応メダル以内で当たりました。よっしゃー。うわー、これビッグでお願いします。今度こそ引きます。どうだろう。あー、なんで連続でレギュラーかー。いやー、でもあれ伸びた、打てるね、あのメダルが伸びた。わあ、終わった。なんか今日景品取れなかったら罰ゲームっていう話をさっきからずっとされていて、すごいな、この間からずっと歌え歌えってめっちゃ言われるんですけど、あの見てくれてる方がたくさんいて、で景品を取れないっていうのはダメなので、お詫びとしてその罰ゲームで、あ、お詫びとしてという、まあ、罰ゲームというかお詫びに、あの歌えと言われるんですけど、ビーズすごい好きなんですよ。そう、昔から母親がすごい、あ、やった、早い早い、イエーイ、やった。これは罰ゲームやらなくても済むかも。これでビッグだったらやらなくて済む。でもさっきと同じランプ、また違うのなかなか見えないですね。どっちだ、今度こそなあ。すげえ、連続3回だよレギュラー。あー、でも早かった、すごい早かった。18ゲームです。やった。この調子でちょっとずっと続かないかな。もう一回来るんじゃないかな。あ、チェリーか。やった、59回転。いや、順調ですよ。でもまたレギュラーな、なんかもう予感がしちゃいますね。もうここまでレギュラーばっかだと。うわ、どうだろう。あー、やめしまった、もうぼっとしてた、やだ、もうダメだ、ごめんなさい。
もうなんかダメかな。やったー、やっといけたー。これで景品取れます。もう罰ゲームはやらなくていいってことに。あ、まだわかんないかあ、でもやっといけた。ここでね、レンチャンでいければ。ありがとうございます。よしあ、よかったよかった、嬉しい嬉しい。いや、最初耐えてよかった。何百回、400回転とか500回転まで。終わりました。出たぞ、結構。はあ、興奮したぜ。あ、やった、びっくりした。来ました、64回転。すごいすごい、順調。あ、でもランプはまた一緒ですけど、これでもう一回ビッグが引けたら時計は取れますよ。どっちだ、やったー、もう取れます。よっしゃ、取れるよね。やった、2枚か。いやー、嬉しい、行けました。なんか隣のね、お兄さんたちが来てから私にもすごい運が湧いてきた気がする。ありがとうございます。いや、ちょっと、いや、ちょっと、いや、キスとかなんでよし、この調子でちょっとガンガン打ちましょう。もっと今はとりあえず、はい、ということで、ジャグレーンがですね、できまして、結構で最後にビッグ2回引けたので、時間もね、で時間も来ましたので、ここで終了して、流して景品を選びに行きたいと思います。さあ、何枚あるでしょうか。ちょっとお楽しみにお待ちください。はい、ということで実戦がすべて終了しました。本日はこちらの時計ゲットできました。ですね、最初の方はゴッド、ハーデスを打たせていただきまして、まあダメで、全然当たんなくて、で、あれですよ、ジャグラーに移動してちょっと落ち着いていいですか。ジャグラーに移動して最初ね、それが全然、それもなかなか当たんなくて、うわー、私3時間もあって1500枚もあるのに今日は全然どうしよう本当にって思ってたんですけど、まあ、1回当たってからですね、もうほぼ全部100ゲーム以内に5回ぐらい引いたかな。レギュラー、レギュラー、レギュラー、ビッグビッグだったを引けたので、なんとか最後にこちらの時計をゲットすることができました。栃木の皆さん、ありがとうございました。なんかね、レモン牛乳もいただいちゃいました、来てくださった方に。想像してた人全然違って、なんか牛乳私あんま飲めないんですけど、これ全然すごい飲めますね。すごい美味しいです、ありがとうございます。で、この動画が配信される頃なんですけれども、ガロと AKB48 が絶賛稼働中なんですけれども、オス番長、オスサラリーマン番長が寝台で導入されます。スロットコーナー、こちらもぜひ、お楽しみにしていてください。あとですね、9月の22日は私の、大親友のマンサちゃんが大親友、1回しか会ったことないんですけど、まだ勝手に大親友だって思いたいマンサちゃんが、こちらのパチンキングアミューズメント E ゾーンさんに来ますので、皆さんぜひ遊びに来てください。あれですよね、キーワード、今日のキーワードどうしようかな。レモン牛乳とかね、してもいいですか。いただいたし、せっかく初の栃木でしかもいただいたので、本日のキーワードはレモン牛乳で、じゃあ書いてどしどし応募してください。よろしくお願いします。ということで、本日も最後までご覧くださって皆様ありがとうございました。次回もまた、景品を皆様にプレゼントするべく頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。石川由美でした。また見てね。バイバイ。